今年はまだ樹液出てへんな、ここ。例年だったら樹液ダラダラ出てスズメバチいっぱい来てるんですけど、来てませんね、今年は。あ、でもここに四つ星景色水がいます。ってことは樹液が出始めとんのかな。これから樹液がダラダラ出てくるね。もう一雨か二雨降ったら、多分樹液がね、じゅるじゅるに出てきます。楽しみですね。まだ早いんだな。あれ？あそこにカラスがおる。えらい近いな。逃げんな、こいつ。え、ここまで近づいても逃げんよ。あ、この子、ヒナだ。カラスのヒナじゃん。もうくちばしを脇っちょ、なんかちょっと黄色っぽいよね。それからさ、ところどころ羽毛が白いね。あ、ほらほら、尻尾も短いし、あ、ギャーって鳴いとる。これ今、助け求めたね。怖いよ、つって。ヒナドリだ。カラスのヒナドリが地面にうずくまっとる。どうしたんや、お前。なんでカラスのヒナがこんなところにおるんや。え？巣から落ちたんか、お前。大丈夫か？おい、お前。大丈夫か？大丈夫かな？はーい、多分大丈夫でしょう。この子は今、巣立ちの準備をしてるところかと思われます。っていうか初夏の風物詩ですよね。これからの時期、5月から7月の前半ぐらいにかけて、いわゆる初夏の時期になると、こうやって鳥のヒナが巣立ちの時期になってくるんですね。まあもちろん種類によってはそれ以外の時期に巣立つ種類もいるんですけれども、今ぐらいの時期になると巣立ちの準備を始める鳥が多いんですよね。本当に捕まえようと思ったら簡単に捕まえられる距離ですよ、これ。このカラスも多分今巣立ちの準備してるところです。こういうのはね、皆さん心配なのはわかるんですけど、拾わないでください。落ちたヒナは拾っちゃダメです。近くで親鳥が見守ってるんですよ。多分あれが親鳥だ。手出しは無用です。可愛いからって触るのもダメです。人間の匂いがつくと親鳥が警戒しちゃって育児放棄してしまったりするんでね。そうなってしまうとガチでヒナは死ぬしかなくなってしまいます。それが一番かわいそうです。こうやって地上にいるとキツネとかイタチとかの餌食になってしまうこともあるんですけど、まあ、それも自然の摂理なんでね、かわいそうですけども、まあ仕方のないことだと諦めましょう。人間が干渉することじゃないですね。この子の場合は親鳥らしきカラスが近くにいるんで、まあ大丈夫でしょう。ほら近いでしょ。捕まえようと思ったら捕まえられる距離ですけど、捕まえちゃダメですからね。鳥獣保護法違反になります。落ちたヒナを拾う行為は鳥にとってももちろん良くないんですけれども、法律的にもアウトでした。ごめんなさい、前にそんな動画作ったかもしれんで、まあ、あの時はなんか緊急避難でね、なんか引かれそうなヒナをちょっと安全な場所にどけてはあげたんですけども、でもここは車も通らないし、だからちょっと遠巻きに見るだけにしときましょう。お目目パチクリさせてて可愛いですね。もうそろそろ夕方だからお家に帰る時間なんで、もうすぐ親鳥が迎えに来るでしょう。でも私がここにいたら親鳥も警戒して降りてこられないんで、私立ち去ります。失せますね。あ、でもこの子がこの先厳しい自然の中で生き残っていけるように、自然の厳しさっていうか人間の恐ろしさをね、私が念を込めて送っときますわ。教え込んでやりますわ。はい、今鬼の形相で睨みつけました。これで人間の恐ろしさ分かってくれたはずです。人間近づくなよ。生き延びろよ、お前。やればできるからな。強く生きろよ。じゃあ俺も行くからな。ここからだと草の茂みに隠れて、どこにカラスのヒナがいるか分かりませんよね。木の上に鳥の巣があります。でっかいよね。あれもしかしてカラスの巣じゃねえの。この木の下あたりにヒナいたんですよ。もしかしたらあの巣から降りてきたのかもしれませんね。心配なんですけども、私がやるべきことは何もありませんし、なんだったらこの場にすらいない方がいいんで、もう立ち去ります。皆さんも地面に落ちたヒナを見かけても拾わないでくださいね。こういう鳥のヒナには触らないでくださいね。鳥ってやばい病原体とか持ってたりすることもありますし、逆に人間のバイキンが鳥に悪さすることもありますし、触らない方がいいんですよ。家に帰ってきましたけど、あの子元気にしとるかね。大丈夫かね。あの後ちゃんと家帰れたかな。でも皆さん本当に鳥のヒナ拾っちゃダメですよ。鳥ってデリケートなんでね。もしそのヒナ拾って育てるにしても、育てるの大変ですから。ヒナを持って帰るんだったら自分が親鳥の代わりになるんですけども、親鳥の仕事ってヒナに餌あげるだけじゃありませんからね。ヒナが巣立った後、厳しい自然の中で生きていけるようにサバイバル術を教え込まないといけないんです。餌の探し方、敵からの身の守り方、逃げ方、飛び方、いろんなことをヒナ鳥は親鳥から学んで、それでようやく巣立っていくんですよ。それを人間が教えられますか？まあ無理でしょう。人間が鳥に教えてあげられるのはせいぜい人間の恐ろしさぐらいですよ。見えたかへんしゃん。厳しいよ、自然は。もちろん巣立ち準備期間中のヒナ鳥って敵とかにやられやすいんですけど、まあそれも自然の摂理ですから、キツネとかイタチも食わなきゃ生きていけないんでね。そして今の時期、ヒナ鳥捕まえやすいじゃないですか。それはみんな狙います。いいごちそうになりますよね。だからね、食べられてしまうのも仕方がないわけ。そこへ人間がね、干渉するべきじゃないです。人間がもしそのヒナ鳥を助けてしまったら、ね、助けるっていうのもおかしいです。全然助けるになってないんですけど、もし人間がヒナ鳥拾って持って帰ってしまったら、ヒナは高確率で大人になれずに死んでしまいますし、
キツネやイタチとかヘビとかもそのひな鳥食えないわけですよ。誰も得しないわけ。地面にひな鳥が落ちてたら心配になるのはもう心情としてはもう理解できます。私も心配ですけれども、だからといって手出しをするのはね、誰のためにもならないんですよね。鳥のためにもならないし、鳥を付け狙ってる天敵のためにもならないわけ。誰も得しないわけ。まあでもあのカラスは大丈夫なんじゃないのかな。もしあのカラスのヒナが大人になったら偉いことですよ。私が人間の恐ろしさ教え込んじゃったんでね、めちゃくちゃ賢くなるんじゃないかな。天才カラスになっちゃうかもしれんな。でカラスって賢いんで人間の顔を覚えるらしいんですよね。だからね、私がすごい形相で睨みつけたものですから、あの子絶対私の顔を覚えましたね。あの子が巣立って独り立ちしたらもしかしたら復讐されるかもしれない。あの時はよくも睨みつけやがったなっつって、もしかしたらねつつかれるかもしれんな。怖いな。もうあの木の近く行かんとこうかな。本当にこなんかちょっと怖くなってきた。見てくれんしゃん、危ないでちゅね。カラスはでも本当にカラスって人の顔覚えるらしいのよ。だからあの子が大人になったらちょっと厄介だぞ。いやでもこれで恨まれるのおかしいな。だってさ、俺は別に何もせんかったわけよ。睨んだだけよ。何も危害加えてないじゃんね。普通さ、んなでっかい動物が近くに寄ってきたら死を覚悟すべきなのよ。ああいうひな鳥なんてのは自分に興味示して大きい動物が寄ってきたらもうそれひな鳥食おうとしてるに決まっとるじゃん。普通そうじゃん。でも俺はそのひな鳥食わんかったのよ。何もせんかったのよ。感謝されることは、いや感謝も別にされる筋合いはないな。いやでも感謝してほしいか。人間の厳しさ教えてあげたんやから、これで生存率 1% ぐらい上がったやろ。自然の厳しさのうちよ、人間の厳しさも。人間もね、自然の一部ですから、その人間の厳しさっていうのも、厳しい自然の中で生きていく上では、知っておかなきゃいけない。そのね、親鳥が本来教えるべきこと、俺が代わりに教えてあげたんですよ。もう感謝してほしいぐらいだ、やっぱり。見てけへんしゃん。高橋さん、俺、カラスのヒナに教育施してあげたんやで。偉いやろ、高橋さん。ねえ。本当に可愛いでちゅね。あの後あの子がどうなったか心配っちゃ心配なんですけど、まあとりあえず高橋さんが元気やったらそれでいいわ。どうでもいいわねえ。高橋さん、高橋さんは本当に可愛いでちゅね。あれから3日経過しました。気になったので様子を見に来ました。この木の近くでしたね、あのカラスのヒナがいたの。あ、3日経って木から樹液が出てます。あそこに木の皮がおる。この木の皮は樹皮にこびりついた地衣類にカモフラしてるんですけど、あそこだとちょっと目立ちますね。一目で分かりました。この辺かな、確かこの辺にカラスのヒナ、あーこの辺だね。この辺にうずくまってたんですけど、さすがにもういませんね。どっか飛んでったかな、親鳥が連れ帰ったかな、それともキツネとかイタチに持ってかれたか。死骸とか落ちてないよな。あー死骸落ちとる。ん、あ動いとるわ。死骸じゃなかった、生きてた。これ3日前の子だよね。ね、君3日前見たよね。ああ、ほらほらほら、俺のこと恐れとるわ。人間の恐ろしさ教え込んだもんで。しっかり学習しとる。やっぱカラスは頭がいいね。人間の恐ろしさもしっかり学習するんですね。あれ？なんかちょっと顔つきが3日前に比べて精悍になったな。自然の厳しさを知って、なんか野生の顔つきになってきてますね。この間に比べて目つきが鋭いよね。そしてくちばしの色がなんか黒ずんできてるのと、なんかもうちょっと白っぽい羽毛が、あれ産毛なのか、産毛みたいなのが体にまとわりついてたんですけど、その産毛も抜けちゃって大人のカラスの色になってます。真っ黒になってます。あーでもオバネはまだ伸びてないね。あー逃げようとするの、ごめんね、怖いね。あれから丸3日経って生きてるってことは親が世話してます。これは絶対まだこれぐらいだったら親から餌もらわないと生きていけないでしょ。さすがに3日食わなかったら餓死すると思うんですよね。それが生きてるってことはやっぱり親鳥がちゃんと面倒を見てるんですよ。パッと見当たりませんが、この辺のどっかに親鳥がいて、この子の様子を上空から見守ってるはずです。どうです皆さん、放置しても大丈夫だったでしょ。人間が干渉しなくてもちゃんとヒナは育つんですよ。3日前よりもなんか元気になってますね。実際のとこちょっと不安だったんですけど、この子が元気そうで安心しました。近くに親鳥いて、あんまりね構いすぎると親鳥があの子の育児を放棄しちゃうかもしれないんで、私も今後あの子に一切関わらないようにします。もうお前と顔を合わすのはこれが最後や。もう俺はお前に何もしてやることはできん。明日からは自分一人の力で生きていくんや。最後に一言だけ言っていいか。やれ！頑張れよ、強く生きろよ。さらばだ。どうですか皆さん、ひな鳥ほっといても大丈夫だったでしょ。親鳥がちゃんとひなのお世話して親鳥が守ってるんです。だから人間が出る幕なんてないんですよ。